おい、マッチ。わ、今からいいこと言おうとしたのに。何？あ、もういいわ、言わんわ。何？もう言いません。教えて。もう言いません。何？もう言いません。やーや。言いません。やーや。うるさい。やー。怖っ。いいことって何？よいしょ、よいしょ。いいことって何？カメラ越し見ないよ。隠さないよ。ちょ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 、うるさいな。うるさいな。うるさいよ、ちょっと。こんな大きい音でゲームしないよ。うるさい。はい、いいこと言ってくれる？あ、お腹空いた人。はい。ご飯食べたい人。はい。まだそんな、うん、じゃあちょっといい話はできませんよ、ちょっとね。え、もう一回聞いて。お腹空いた人。はい。今日ご飯食べてない人。食べてない人、はい、食べてない人、はい。寿司を行きたい人。はい。ラーメン行きたい人。サイズ行きたい人。焼肉行きたい人。僕の手作り料理食べたい人。もかちゃんの手作り料理食べたい人。はい。寿司行きますか。今日のあんさんがこの人ですね。寿司食べたい、寿司食べたい、ずっとうるさかったんですよ。寿司ロー、寿司ロー、寿司ローが一番、寿司ロー。寿司ロー行きたい人は、じゃあ3回回ってワンって言うてください。いや、1回しか回ってないからダメです。行きません。待ってないっす。わぁ、おやすみ、帰ります。いいやぁ。まあ、帰ります。あぁ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 みーやみーやみーやパパみーや。はい、というわけでですね、今日のあもかちはですね、朝からスシロー行きたい、スシロー行きたい、スシロー行きたい、ずっとね、うるさかったんで、スシロー行きます。やったー。早くよし、早くよし、急いで急いで急いで、早く早く早く、もういけるよ。うん、早く早く早く、急いで急いで急いで、行こう。うん、もういけちゃう。はい、ゴー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 。犬みたいな扱いしないでほしい。よいしょ。はい、ゴーゴーゴー。まだ手本入って。うん、大丈夫、ゴーゴーゴー。はい、急いで急いで急いで、何も持たなくていいのね、あんたね。うん、一応財布持ってきんよ。大丈夫。もういや、持ってけ。いや、持ってけ。行こう。あ、ゴーゴーゴー。どうせ会議閉めんでしょ。いいか、早く早く早く、ゴーゴーゴー、はい、ゴー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 、行くよ、やめて。ちょっと、ちょっと、ちょっと忘れません。よいしょ。やめてな。はい、というわけで、スシロー来ました。ねえ、どうですか。あれめっちゃ美味しそう。あれ、ブリュレチーズケーキ、絶対美味しい。5個食べる。いや、ダメです。先に食べる。ダメです。先に食べよ。ちょっと、まだ、何も動画説明してないんやから、勝手に進めないで。で、自分の分の水だけ持ってくのやめてな。持ってきたじゃん。俺2つやで。知らん。俺水2つや。手4個ないと無理じゃん。2回運ぶね、通のやつは。言ってない、聞こえない、聞こえない。はい、というわけでね、スシロー来たんですけども、みかちゃん、はい、ただスシロー来るだけじゃおもんないと。え、ね、普通に、ね、何もせずスシロー来てると思ってます、うん、あなた。そんなわけはなかろうに、ね、どっちが多く食べれるか勝負です。待って、ケーキ頼んじゃったし、今ポテト頼んじゃったけど、いや、ほぼスイパラみたいなとこあって、スシローってさ、デザートめっちゃ優秀なの知ってます？いや、知りません。だからほぼ、スイパラですよ。いや、スイパラじゃないよ。どっちが多く食べるかって、男と女よ。無理じゃん。え、じゃあまずハンデとしてプラス10皿ちょうだい。違う、10はきつい。大丈夫。いや、10はきつい。だって俺そんな食えないの。だってもうか、大体毎回4つだよ。え、そうなの。だって知らないの。
ごめんなさい。ダメだよ、一緒にお寿司屋さん閉じるよね。ごめんなさい。だいたい4皿か5皿ぐらいしか食べてないよね。なんでそうだなって初見みたいなリアクションするの。こういうことだよ。さあ、そう、だからでも分かって。だからその安いに言ってるけど、負けたやつ、今回全員おごりやで。もう一回携帯しか持ってきてない。あ、だ携帯で払いなさい。めっちゃうまそう。茶碗蒸しいる？あ、お願いします。オッケー。じゃあ僕は、あ、美味しそう。あ、こういう高いのはダメよ。こういうのにして、あんたこういう卵とかにして。卵高いのは禁止。いくら2個いけるでしょ。高いよ。でも、ピーターの、おい、一貫ずるいぞ。いいでしょ。俺マグロ食べたいんですけどね。僕ね、マグロ食うと腹壊すんですよ。かわいそう。かわいそうじゃない、マジ。いただきます。あ、うまっ。おいしい。うん、まっ。うん、まっ。とろけますよ。いいなぁ、俺も食べて一口。僕もマグロ食べたいんですよ。本当にすぐにお腹壊すの。来たよ。来たー。本当にすごい。食べれない。俺が食べれない食べれないものを食べて、この人が食べれないものを俺が食べるって。すごいよね。本当に俺らダメだよね。デコボコフレンズ。デコボコフレンズやで。デコボコフレンズ。ではね、チャームシいただきます。チャームシも1皿にしますか。うまー。やっぱ回転寿司来たら一発目はチャームシない。分かった。なんか変な取れたんだよ。変なの頼むな。マジで負けた方が怒りやがった。待って。ガチで怒りやがった。で、寿司でパスタの大事なこと、これは緑茶です。なんで？寿司は緑茶で流し込んでなんもない。水はダメ。ダメなんだ。やっぱ日本人としては、じゃあ飲みましょうか。で、今回勝つために秘策を考えついた。シャリ残すとかダメだよ。やば。美味しい。うまくり。うめえよ。すごい、なんか中二病みたい。ここはね、いくらにもわさびかけてる。からの？やば。ああ。悩んでる。あ、ポテトだ。おい。ポテト。なにこれ？わからん。え？あれ？ポテトした。え？調子乗ったな。噛んじゃった。痛い？泣かないで。痛いな。機嫌悪くなってダメだよ。落ち込んじゃダメだよ。そしてよくわかんない、この醤油なの。汚いな、多分。だからこれ何なんですか。これとびっこ。とびっこ、うん、なんでいくら食えない、とびっこは食えんの。目玉親父ほどでかくないから。んイクラはちょっとでかすぎて、噛んだ時に汁出てくるのがちょっと気持ち悪い。うまっ。幸せ。連れてきてくれてありがとう。僕のほうに悩んだ。お願いしまして、お前が怒れなきゃね。僕はすでに14歳だよ。15、16。やばい、負けとる。どうしようかな。ミニシャリでもそういうするんですけど、うん、そんなミニシャリでいくわ。ちゃんさっきミニシャリした。あんたいい加減しなさい。こんなもったいないでしょ、同じお金なのに。ご飯たくさんあるほうにしなさい、あんたは。あとね、俺がこの許せないのがツナサラダ頼む。これ一番好きなんですけど、一番原価安いと。これもしデート行って、これが怒るっていう時に、女がツナサラダもしくはコーン系のやつ頼んでたら、マジでぶっ飛ばす。残る、狭っ。どんなん、10円とか20円分かんないよ。絶対そうよ。こねてるかもしれん。ツナをあ、一応マグロから作ってんのか。そうなわけねえだろ。缶詰や。まあ僕は好きなんだ。今回もお母さんしか残ってもらうんで、今から頼みます。頼むかい。あとね、許せないの納豆巻き。これ納豆巻き、これ頼む人もこれぶっ飛ばす。なんで。でも自分で作りちゃった。頑張ったらもうなるべく言えば、俺みたいな人間はこう来たらとりあえず基本的にはちゃんとした感謝頼む。もっと掘りそうだから。それその後ちょっとお腹いっぱいするために。ケチなんだな、考え方。きつねうどん食べたいな。これ3枚分でいい。2お願い。3枚分。さあ、届きました。全部宮根君の。全部同じ。これマジで、ケーキ食べてます。マジでうますぎる。これ絶対もう一個食べる。いや、ケーキ2個も食うな。本当にうますぎる。太る。うどんです。でもお腹いっぱい。そうでしょ。一言言わせてもらうと、これもちょっとお腹が。さすがにそれは持ってない。違う、なんかね、来るの、今日雨降ってたんですよ、来るだけ。来るのに一生懸命歩きすぎて、傘持ってなかったから、それで疲れて、空間がなくなった。
うまー。久々に食う。うどんがいっちゃうまい。マジでこのケーキ美味しかったよ。じゃあ、その後で食べるわ。コンビニに置いてほしい。あ、でも置かれたら毎日食べて太っちゃうから置かないでほしい。でもこれだんだん最近食べれなくなってきてる気がする。美味しいってこと？なんかさ、焼肉のカルビとかも食えない。でも宮根君、焼肉赤身ばっか食べてるイメージあるけどね。ハラミとかカルビとか。いや、脂身が美味しい店では脂身食うよ。だって私全然違うけど、私ハツとかレバーとかしか食べないもん。赤身いったら気持ち悪くなっちゃう。よくさ、ミシェルが間違えた、接続しにくい。宮城にいた頃にさ、焼肉屋さんで働いてたじゃん。だからさ、いっぱいさ、いろんな人が来るんだけどさ、市役所の近くだったのね。だから市役所の人たちが仕事終わりによく来てて、まあちょっとさ、その自分のお母さんとか世代の人たちなわけじゃん。みんなさ、カルビ食べれないんだ。めっちゃ言ってたわね。でも私、もともとあんまり得意じゃないから、やっぱ年取るとダメなんだって思ってたけど、なんか私の周りももうカルビ食べれないみたいな言ってる人結構多いから、なんかさ、その最初の一口はまだ美味しいって感じるんだけど、なんか本当に二口目、三口目から美味しいっていう感情がなくなってくるんだよね。油みたいな。そうそうそう。もかのおばあちゃんカルビ大好き。やばい、勉強してる。めっちゃ若い。おばあちゃん何歳だっけ。70。まあそんな言ってたっけ。6ぐらいじゃない。あ、マジ。予想ね。予想かよ、元気すぎないにしては。だってさ、この間も私宮城でライブがあったんだけど、おばあちゃん今沖縄に住んでて、沖縄から一人で飛行機乗って宮城に滞在10日間ぐらいしたんだよ。すごくね。すごくない？しかもなんか人脈もめっちゃ広いのね。だからなんか知り合いの車屋さんがこうタダで宮城にいる期間車貸してくれるって言って、その車借りて毎日毎日違う友達と遊んでたよ。すごくない？自由人。本当にすごい。東京とかも一人で来る。でなんか本当に誰にでも話しかけられるタイプだから、歩いてる人たちにここまで行きたいんだけどどうやって行くのって聞いて教えてもらって乗り継いで目的の駅にいつも行ってる。すごいと思う。でもそんなこんなコミュ障の俺ともおばあちゃん仲良くしてくれるから。で宮城くんも結構私のおばあちゃんとめっちゃ喋るから、私のおばあちゃん多分いっぱい喋ってくれる人好きだから、多分好きやと思う。しかも顔かっこいいって言ってるよ。で純粋に俺のこと好きやねん、おばあ。でも多分お前のおばあ俺のこと好き。お前っていうの。そうで、ライブとかも割と毎回いるんだけど、おばあちゃんに話しかけてくれる人とかいるじゃん。とか昔から来ておばあちゃんと面識ある人とか、おばあも結構名前覚えるから、いつもリハーサルの時間とかにおばあが来るの、私の楽屋に。今日誰々来んのって聞いてきて、いるよって言ったら、あら絶対話さないとみたいな言ってる。もかもそういうおばあちゃんなんないとね。誰にでも話しかけられないよ。もかん聞くと、あとモカのおばあちゃん、モカのお母さん、モカの3人がよくいたんですよ、昔はね。女社会、マジで女社会。あ、女しかいないからね。女しかいない。女しかいない。逆に俺としてはまあなんか、そういう感じ。お父さんいたら困るけどね。ちょっと嫌いじゃん。気まずい。気まずいでしょ、結構。お父さんって怖いやん、大体。確かに。だから女社会だから逆にこれなんかこう言ってんの逆バージョン。でも女社会ってさ、裏すごそうじゃない？裏でぐちぐち言われてる。ずっと悪いの言われてるの。でもその宮城の動画でさ、近所の家にさお邪魔して一緒にご飯食べたじゃん。あの人ともこの間の宮城のライブの時に会って、おばあちゃんとその人とモカの3人でご飯食べたのね。そしたらなんか宮城くんのことを旦那さんっていうの、私の。だから旦那さん、旦那やん。違います。旦那さん今日いないのって言って、ちょっと会いたがってたよ。でなんかいっぱい食べるからね、あの子って言ってた。あの人でもちょけるよね、なんか。ちょけるってない。聞いてこない。わかんなくてもふんで済ましょ。ちょけるってない。なんかいっぱいご飯作ってくれた。あの、作りたかったよ、宮城くんに。いっぱい食べてくれるからって嬉しそうだった。食べることぐらいしか時ないですかね、僕。でも俺今一軒住んでるやん。なんか若干やっぱり人の人のこと気にしながら生活してるよ。でも一緒にご飯食べるとかなんか。そんなんないけど。ね、ネギあげる。ふざけんな。こいつ舐めとるやろ、マジで。言わへんわ。ネギだけ食ったら草なるやん、それ。なしは水持ってくた。ね、最近も言ったよ。ネギ食ったらあげたいじゃん。じゃんけんじゃん。最初食うてこい。ありがとう。ふざけんな、なんかちょっとね。お願いします。でも勝ったもん。じゃあ、あと2個、3回勝ちね。さんま。あと1回さんま、さんま、さんま。
これはもう文句言えないね。はい、指めっちゃ入ってるよ。え、いやいや気にしないで、持ってこれなかった。ねえ、汚い、綺麗やったって。綺麗だよ、手洗ったばっかだよ。こいつひどくね、俺が持ってきてあげたのに汚いとか言うんですよ。だって指そうよ。じゃだから違う、3つだって持ってないやん。え、もう持ってったじゃん、さっき。そのこぼしちゃう。そうだよ、安定しないやん。そう、うるさいな。じゃあお前自分で持ってこいよ。なんだこいつ。1,2,3,4,5,6,7,8 少なくない、いつもより。まあ僕はあとまあ、うどんが残ってますね。え、あれ食べるでしょ。俺まだデザート行った。早いな、ちょっと君長さ知るな、お前とりあえずさ。しかもさ、1個1貫で1個ミニシャリ、なんかケーキいっぱい食べる。まあ、社食アピールじゃないじゃない、社食なでもすぐお腹すくから可愛いでしょすぐお腹すくけどあんま食べれない女子可愛いでしょ。可愛いないね。好きでしょお菓子も大好きなの可愛いでしょ。甘いものも好きなの可愛いでしょ。ちょっとインケン、インキャって写真撮るとき、ピースするかグッとどっちかやと思う。グッとすることあるおじさん、これこういう人もね、これやばいでしょ結構やばめでしょ。だってどっちかなんだけど、これね、4件 LINE のスタンプじゃん。どうでもいいわ。じゃあ宮くん、いくよ。はい、ポーズ。こちらはもう一回言って、どこ、カッコよいしょ、アコ隠してる。小顔っぽいね。ちょっと作戦変更してデザートで稼ぐようにします。ね、もう一個さ、チーズケーキ食べてもいいかな。いいよ。チーズケーキ食べてもいいかな。太っちゃうかな。やめた方がいいかな。大学芋を2つ、そしてバナナを1つ。これね、正直言って気持ちとしてはデザートを挟んでもう一回寿司に戻ろうって算段なんだよ。これ大体戻れないんだよ。一回もうデザート入ったら寿司戻れないんですよ。なんでかって言ったらデザート美味しすぎるわね。デザートが美味しすぎるがあまり戻れない。ねえねえ、食べていいかな。食べたらええやん。太っちゃう。すでに太ってるよ。嘘なこと言う。最低。え、でもさ、アイドルのさ、踊ってみたのやつは見なかった。あれスタイルいいみたいなさ、コメントあったよ。すごくない？私がスタイルいいって言われる日が来たんだよ最近でも痩せたよね。最近痩せたね。なんか気を使ってんの？人とご飯食べないときは食べないご飯を。なんか一人で家にいるときはサラダとか。でも食べないと俺とのさ、子供産めなくなっちゃうから。元気な子供ちゃんとしっかり食べるんだ。怖い、この人怖い。ねえねえ、食べていいかな。食べろよ。で、なんでそんな冷たく言うの？こっちはさ、そんなの太んないか。食べろ。太んないよって後押し欲しいの。食べない。なんか泣いちゃった。うわ、レアチーズアイスやって、さ、いっちゃん太るよ。アイスじゃないケーキだよ。レアチーズケーキやって、いっちゃん太るやん。でもやば。でもいいや、5月7日までと期間限定だから、5月7日以降はそのこと食べれないし会えないってことだから九死を閉じる。うわ、自意識過剰です。全くそんなことない。ポリ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 、あんなのあんな書いたのか。ねえ、ねえ聞いて、はい、5月7日までしかないんですよ。あ、ねえ聞いてっていうお話だと思うよ。ねえ聞いて。誰誰誰。ねえ知ってる。ねえ知ってる。ブジュレチーズケーキってね、5月7日までなんだって。だからもう多分来た時にはないでしょ、うん、じゃあ食べとくべきだね。うんうんうん、ゼロカロリーだわ、期間限定だから。入れすぎじゃない？入れすぎかな。うまそう。抹茶やん、食べちゃう抹茶までは。何事も濃いんだ、毛も態度も。子供生まれたらめっちゃ宮城くんにいるよ。 DNA もこそおもろい。おもろいな。ありがとう。おもろいか許したな。おもろくなかったらどうした。ごめん、眉毛も濃いしな。唇に青のりついてますよ。青のり、ずっと青のりついてるよ上にもついとるわ。もうどうしようもない。手の施しようがないぐらいついとる。どこ取った。取れてん、取れてん。あとまだもう一個ある。あといい質問。やだ、あの歯についとるよ。モラル、モラルって何モラルないじゃん。お前がモラルないの。甘えてな。ほら危ないよ。あ、炎上、炎上、炎上です。炎上確定。なんで貸し付け商社青のり爆弾。いやいや、お前は青のり商社青のり貸し付け商社はね、寿司ペロ事件みたいになるぞ。はい、僕は頼んだお芋ちゃんです。はい、ありがとう。スイパナちゃん、僕ね、一番好きなんですよ。生まれたとかは変わらん。デザートは大学院。共感できるでしょ。口は変さ古い古いのこれ
部長変さん部長変ですね部長変さん僕からのおばあちゃん手挙げてる僕からのおばあちゃんも好きなんや、うん、大学院も好きじゃあ僕からのおばあちゃん部長変さんこの大学院も好きな、人の孫部長変さんしょうもな歯出てますよ青のり出てますよえ今怒ってる人プチョヘンザ嬉しそうやなカメラ持ってほしい人プチョヘンザ早くしろねえねえちゃんとプチョヘンザして美味しいって思った人プチョヘンザ店員さん来ちゃうから今店員さんと目あったわ私の全部1500円ですちょっとはい、届きました2個目ですだよやばすぎます、この人マジでうまい近くに住んでうまっあの水持ってきてほしいの水持ってきてほしいのこちらへんさこれ一口食べてみてあああとでねあの罪は共有しないでいいっていいお願いの完成キスってことやっておーわうまくない美味しいけどまあ別にこっちの方がいいですか女の子だったら美味しい私も食べますかなってなるねだから盛り上がるのすごい美味しい私も食べようかな食べてもいいんじゃないでも太っちゃうから大丈夫今日はゼロカロリーだからいやそれなー食べよう食べよう頼む結構頼んでんねん早く水持ってこい持ってきて持ってきてくださいお願いしますカメラのバッテリー切れて iPhone になりましためっちゃ面白い話してたのにこんだけ、あ、そう、データ飛びました、ほんで僕今ね、19皿で、この人が今、5皿19皿5皿やったっけもう圧勝してるんです、今1、2、3、4、5、6、7で10皿とか17皿何笑ってんの何笑その間に挟む笑い何取って、笑うと楽しいってホルモンが分泌されるんだへからうん、どうしたどうしたどうしたしんどい楽しいなと思って食べれば全部食べられるよなるほどねこれ暗記でも使えるんですよ俺受験生の時だから英単語とかって暗記しないといけないじゃん、うん、暗記も楽しいと思いながら暗記すれば楽しかったことって覚えてるやん、うん、だからこれ受験生の時単語帳見て、うん、こうやって怖っ怖っこうやってやって、うん、でえ友達いた友達もないよ関係ないしもんえ、多分さ、笑ってたから怖いって思われて友達できなかったんじゃない可愛いの可愛い、可愛いな可愛いな楽しそう、美味しそう、すごい汚いね、お口の中何やってんの噛んだちょっとなんかスルメイカしゃぶってる赤ちゃんみたいなうわ閲覧注意よかっこいい勇ましいしかもさ後ろにさ大量で書いてあるんだよ見てみ本日3度目ですよみよいくん同じとこ噛みまくってて蛇ってこうやってさ、丸飲みするすごいうんちく出てくる豆柴じゃん、令和の豆柴古いね、豆柴年齢バレるよさっき言い出したらそっちじゃない結構前の動画でバカおい、やめて笑って笑って、笑ってしんどそうだから、ちゃんと笑っておいしい嬉しいな多分店員さん嬉しいよそんな顔して食べてくれてたら大量だしな食事にすごいいじってます行儀悪いですこの人ミラグ君がいじってたからでしょそして今まで僕は食べられていませんお腹痛いまずいです非常にまずいどうしよう半分こせえへんおごりでええわ俺もありがとうお願い。少しやったらいい。あ、ちょっと、あ、
違うスプーン使って。それ誰食べるの？そんないらん。じゃあこれの半分でいいよ。うん、それの半分。ふざけんな、一口どころじゃないじゃん。けど後で。今食べ。もうないやん。ぶりっこすんな。なんやその顔は。そんな顔したってダメやで。かわいいな。あ、食べるか。笑って、よし、ちゃんと笑って食べて。怖い。それ夜に見たら結構夢に出てくるレベルで怖いよ。でも美味しいわ。めっちゃうめえ。でもそれ笑いながら食べてみ。笑顔になりながらね。笑って、あ、笑って。もっと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 笑って。あ、全部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 言って。はい、よいしょ。美味しいよね。まだ残ってますよ。美味しいか。カラー違くない？日本語間違えてますよ。なんだなんだ。また歯に青のりですね。青のり県女子。俺カエル化するよ、ムカのこと好きなファンの人たちが。え、ムカちゃん青のりついてるっつってカエル化しちゃうよ。頭に芋けんぴついてるよりマシじゃない？はい、頭に芋けんぴついてるよりマシじゃない？俺ついてる？いや教えろじゃあ。どういうことやねん、意味がわからん。ついてへんやろ。知らないの？わからない。頭に芋けんぴ。目が一回目つぶって怖い。一回目つぶって口開けて。一回目つぶって口開けて。笑って笑って。顔やばいって。不機嫌そうだからちゃんと笑った方がいいよ。こっちの方が可愛いよ。僕の勝ち。行きます。じゃあ、買います。ちょっとこの携帯いいんだね。どうぞ、どうぞ。すみません、今日はお座し、すみません。よし、はい。ごちそうさまでした。あ、お前のキルト見てた。ねえ、やめて。問答無用です。